农村孕育了人类文明，农村也是每一个人的心灵故乡。但是现代农村却面临了前所未有的挑战，如何正视这些挑战，成为一个国家永续发展的重要课题。我们将带领观众走入世界各地的农村典范，借由这些农村的故事，扩大我们的视野，启发我们对农村更多的想象。这些农村典范背后的经营者心怀远见，让我们看见农村永续发展的无限可能。这里是小田园市的一个果农家，果农父子正忙着装箱寄送这一季的收成。我们眼前的奇异果，果实硕大，却完全不用农药与化肥。制作团队来到这里，有一个特别的理由，就是了解无农药、无化肥的自然农法。农家的一项小小实验，让我们大为惊讶。他把自然有机惯性农法种出来的奇异果分别装在三个玻璃罐中，历时十年。最右边惯性农法种出来的奇异果已经腐烂成汁，而左边的奇异果却还保存完整。自然農法の本来の素晴らしさっていうのは、こう常温で10年置いてもね、腐敗してない。普通ならね、カビてしまいますけど、何が違いかというと、やっぱり一つ一つのね、細胞の違いだと思います。生命力の差。本来植物が持ってるのはこういう力だと思うんで、私の本来のね、本当の味のね、農産物を今後もね、ずっと続けて作っていきたいと思ってます。私は石畑と言います。こちらにいるのが息子の信行です。自然農法を始めて、ちょうど30年になります。これヘアリーベッチというね、これマメ科の牧草です。ヘアリーベッチね、もともとこれ牛の餌で、このヘアリーベッチの特徴は、この葉っぱからね、アレロパシウっていう物質が出て、他の雑草のね、生育を阻害する物質です。その物質がたくさん出て、他の雑草がね、出にくい状態になってる。これが、繁殖することによって土が柔らかくなって、その土が柔らかくなったことが植物にとって大きなプラスになっています。キウイフルーツは空気中の窒素とか酸素も栄養にしてます。だから土が柔らかいってことは、それが地面の中にも入ってるってことだから、そちらの影響がね、とても大きいから、キウイフルーツの収穫量は観光農法を披露している人とほとんど変わりません。それが自然農法の理屈です。我々の今までの頭の中では、雑草はね、いわゆる敵なんですよ。ここに生えてるものは全部ね、キウイのね、味方です。これをね、やっつけちゃうと、実は本来の自然農法にはならないんです。これがいわゆる頭のね、切り替えというか、発想の転換をしないと自然農法できません。切り替えができるかどうかで、自然農法をうまくいくかいかないかの差です。究竟什么是自然农法？为什么不用农药、不用肥料，也可以种出果实饱满、风味绝佳的奇异果？父子两人小小实验的科学基础是什么？自然农法又隐含着什么样的哲学观？制作团队将抽丝剥茧，带领大家走入自然农法的世界。Thank you.
MOA 是冈田茂吉协会的英文简称，是以日本思想家兼宗教家冈田茂吉先生的哲学作为基础所创立的非营利组织。为了要了解 MOA 的自然农法，我们来到位于伊豆半岛的丘陵地上，占地100多公顷的大人农场。农场内有展示农圃、温室、牧场及学校等等设施。大人农场是 MOA 推动自然农法最主要的据点。アジアのですね、人たちは本質的に共有できる考え方がですね、自然というものはですね、と人間というものを分けて考えるのではなくて、この自然と人間というのは一つなんだと、このようなですね、哲学を持っていると思います。今こそこの考え方がですね、大切になってくる時代ではないかなと、そういうふうにですね、思っています。日本人は風にも、このような木々にも、また大地にも、目には見えませんけども、尊ぶべきものがですね、宿っている。それをですね、大切にして、日々感謝しながらですね、生きてきた。そういう伝統的なですね、価値観を持っています。おそらくアジアは共通のですね、考え方ではないかと思います。農業という分野でそのことをですね、具体化していくためのですね、取り組みが、自然農法というふうに言えると思います。私たちエモエは基本的なことからですね、もう一度積み上げていくということを願って、ここのですね、この大人農場を中央研究農場ということで農場を作りまして、どのようにですね、そのような農薬とか依存しないで安心安全の農産物を作るのかということをですね、一歩一歩研究と開発に取り組んできたわけです。30年前，这里原来是一个惯行农法的农园。为了实施自然农法，大人农场展开彻底的改造工作。他们整地翻土，以堆肥改善土壤。10年之后，连堆肥也不再使用。从此，大人农场成为不用农药、不用化肥、也不用堆肥的自然农法示范区。阿布先生是大人农场的灵魂人物，来到这里工作已经25年，他与农场一起成长，一起劳动，他熟悉农场里的一切大小事物，也是自然农法的活字典。他将现身说法，向我们阐释自然农法中最重要的两个核心概念：活化土壤与适地适种。うちの MO 自然農法の大きな基本は土を生かすっていうことが根本になります。土そのものが作物を育てる力があるんだ、土作りというかその力をどう十二分に発揮できるかっていうことの人間がこうサポートするのが栽培の一つのあり方です。私も子供がいますけど、その子はもしかすると絵が得意だったり、手が器用で工作が得意だったりで、そっちを伸ばせば多分その子はすごく伸びていくのに枠にはめて勉強する。それと同じように土もその個性を生かすことによって自ら持ってる力を発揮できるということで、今はその堆肥を入れるとか栄養分で作るっていうような発想じゃなくて、どうしたら土がこう植物を育てる環境を作れるかっていうことを考えている。阿布先生最喜欢向来到大人农场参观的人展示插土的动作。他轻易地将一只软棍没入茶园的土中，这代表自然农法实施多年，成功创造了健康的土壤。长期使用化肥会让土壤变硬，不透水也不透气，健康的土壤则富含有机质，能透水透气，还有一股泥土的香味，适合作物生长，就像这片欣欣向荣的茶园。今日は落花生の種まきをしてます。
落花生は豆科作物なので、地力のないというか豆科なので、窒素固定をするという大きな特徴があります。豆科によって根を張らして肥沃度を高めていく。落花生植えてるところは基本こう水はけの悪いとこですね。差が激しいので線虫が出やすい。なのでこういう落花生で線虫を抑制しながら栽培をするというような考え方。何かの原因で発生していると。うちはその原因を突き止めてそれを改善するということが、対応のあり方になると思うんですね。今うちの方ではほとんど病害虫って被害がないのはその、バランスを整えてるっていう、バランスに気を使ってる。できるだけ自然のメッセージを聞いて自分たちがそれで何をできるかっていうことを、常に心がけるっていうことが病害虫の一つの対応のあり方だと思う。这一块贫瘠、排水不良、容易长线虫的土地，在种了花生之后，土壤的排水性就获得改善，线虫病害也消失了。花生与这块土壤相互共生，这就是适地适种的一种示范。ブドウ園ですね。これで18年ぐらい経ってるブドウ園なんですけど、これ基本的にもう初めから無農薬無化学肥料で来てて、このブドウは巨峰というブドウです。一般で成功栽培するのはやっぱりこういう草がいっぱいあると虫とかもいっぱい出ますし、害虫も来やすいですし、病気もなりやすいですねっていう考え方なので、きれいにしておいて、農薬があるんでそれで管理していった方が管理がしやすい。でうちの場合はある程度、いろんな虫がいた方がここにつく虫自体が少なくなるっていうか、人間でいうと満員電車に乗りたく、私も乗りたくないじゃないですか。空いた電車に乗りたいと同じように、いっぱいいろんな虫がいた方が他のこう害虫も入りづらい環境を作ってるっていうか。ここに見えるのがネギの種を取るための栽培をしてます。自然農法にとって種っていうのは一つの技術で大切なものと考えてます。大人農場の場合は約8割以上の種を自分の農場で取って、栽培をして、それを 100% にするような今努力をしてます。なぜ種が大事かっていうと、そうした農家の基地の考え方に種がその土地に合うようにこう変質していく、性格が変わっていくっていう考え方を持ってまして、その土地に合った種を使うことによって健全な野菜も作れますし、病害虫にも強い野菜ができてくると。そのためによく大人農場の種を分けてもらえないかっていう話はされますけど、私たちは自然農法の種を供給するっていうことよりも、その土に、その栽培者がの考え方を持って合わせていて作物を作っていくってことを訴えて農家さんと共有したいと思ってます。每一块土地都可以找到最适合的作物，每一块土地都可以进行育种，让种子演化与适应。每一块土地都可以从源头进行病虫害管理，找出最适合这块土地的作物、昆虫与微生物的组合，达成一种健康平衡的生物多样性。大人农场的土壤管理非常细腻，工作人员透过气象报告得知隔天会下大雨，由于农场的土壤大多是火山灰构成，遇水容易硬化。为了避免大雨无法渗入地下，反而冲刷表土，他们赶在降雨之前翻松土壤。前回台風6号が通過しまして、ちょっと強い雨が叩きつけるように表面を叩きつけたので、土がこう締まってまして、水この後降っても
ちょっと水が下に流れるよりも流れやすいっていう条件になってるので、表面を耕してやって、この後降る雨を下の方により水を染み込ませるためにも、今回は雨の降る前に中耕管理をしていきます。それによって里芋はまあ水が好きですので、より根っこが伸びるような環境にしていきたいという目的でさせていただきます。まあ、私は基本的に農業が好きで、やっぱりこの自然農法と出会って、やっぱりこう土が頑張ってる分、自分たちもそれに合わせていくっていうのが、一緒になって作物一つのものを作っていくっていうのが自然農法の私は喜びだな。こう自分の思いだけで作るものではなくて、自然と一緒になって共同作業で一つのものができてっていうことがとてもいいと思いますし、温泉观光圣地热海，地势背山面海，山头上有一栋不起眼的现代建筑。这里是 MOA 的生命科学研究所，负责自然农法的基础科学研究。工作内容之一是接受委托，替各地农户送来的土壤进行物理及化学的科学分析。科学的な研究といっても大きく2つありまして、技術を開発する、技術があって、まあ、それを科学的に裏付けを取ると、まあ、農家がこんなことをやったらこんなになったよと、すごい草が生えないよと、じゃあそれは何でだろうっていうのを科学的に研究者が研究をしてみて、普遍的な法則というか理由を発見していって、それを発表して社会的に分かってもらう。もう一つ、その自然農法って何だろうと、まずは、まあ、土を尊重するっていうのがあるので、まあ、土と作物、そして人間の体っていうか健康がつながってるんだっていう、まあ、仮説で、まあ、研究して、一番大事な土、まあ、土は生きてるっていうふうに自然農法で考えてるんですけども、今までは土は肥料の器みたいに、何も意志とかその生命っていう、そういう捉え方ではない、まあ、土の中、土は生きてるっていうことで、土の微生物とか生物性っていうものを、まあ、今まではかなり、まあ、重点的に、まあ、研究をして。大仁农场也是生命科学研究所的最佳实验场地。眼前的这块土地，利用果实类的小麦、叶菜类的高丽菜与根茎类的白萝卜做实验，试图回答自然农法连作的产量变化，并与另外两种农法比较。长达20年的实验，研究人员已经得到了结论。で、ここの補助の、まあ、メインのテーマは自然農法で連作は可能なのか。そういう栽培をして収量を見ていって変化がいろいろ、まあ、現れたということなんですけども、まあ、化学肥料を連用していくと。最初はいいんです、収量は非常によく取れるんですけども、年々ですね、最初は連作することによって減収すると、それは堆肥も一緒なんですけども、その後復活していくんですが、まあ、自然農法ならば、まあ、一時は減収したり、病気になったりするんですけども、さらに作り続けたりすることで、土の微生物が非常に多様で、まあ、安定 でそのバランスもよくキープされてて、長期的には収量性っていうのはそんなに極端に落ちなくなる、病気も極端に出なくなる。で、自然界の中っていうのは非常にこう多様で、そのいろんな種類の微生物がある、生物が生きている、そのバランスっていうのが、まあ、大事なんじゃないか。任何農法都会造成温室气体排放，因此发展出碳排放较低的耕作方式，就可以减缓地球暖化。研究人员正在进行一个世界首创的实验，比较三种农法的温室气体排放。这个实验刚迈入第三年，初步确认惯性农法的二氧化碳与甲烷的排放量比另外两种都高。生命科学研究所的研究人员正透过科学的研究，为人类的健康、地球的环境做出努力。
为了适地适种 ，MOA 也会在不同地区进行不同农作物的连作实验。这里是须贺先生位于崎玉县的农园，他是 MOA 辅导的农户。连续数十年，须贺先生试图找出这块农地上产量最稳定、口味最佳、虫害抵抗力最强的作物品种。私の父親が若い頃ですね、大きな病気を患いました。もう何日もないようなその大病でした。私のところで取り組んで失敗の連続だったんですね。ですが、まあその失敗をしながらも少しずつ食べるものができましてですね、それを食べながら、まあ奇跡的にですね、父親の病気が良くなってったんですね。まあその体験をまあ通してですね、その自然の方の大切さっていうものを実感したわけですね。それから自然の方にどんなことがあってもですね、取り組んでいこうっていうそういう気持ちになりました。農地の構造改善って言いますかね、基盤整備って言いますか、そういうことがありましてですね、土を全部表土を剥いで平らにして区画整理をしてっていうことで、私は日記をつけてましてですね、いつの何日のどの畑に何を作ったっていうのがまあ日記を見れば一目で分かるんですね。でそういうことでやっぱりその繰り返して作ってて、やっぱりこの大根がこの畑には一番合う。で普通一般的にその農学とかねと作り続けるのは同じ養分をね吸っちゃうから良くないだろうっていうふうに思うんですけど、まあ自然っていうのはね、完璧に我々が理解してるわけじゃなくて、自然っていうのは例えばこういったものが大根が土をねそのようにしていくんかもしれないし、土がそれの大根に慣れていくんかなっていうこともあるかもしれないですよね。でまだまだこの先が土がどういうふうに変化していくんだろうと、そういうことがこうまあ楽しみって言いますかね、その楽しみであるし、その土って言いますか、その自然の偉大さっていうのにね驚くわけですね。でまたそれを次のね若い人たちにどうやってつないで、ね、この土の見方をね伝えていったらいいかっていうのがまあ課題だと思います。まあ、菅さんなんか自分のお父さんぐらいな人なので、で本当に親切に嫌がらずにいろんなことを教えてもらったりして、その辺はもう自分としては相談できる、本当に一番信頼できるような人なので。MOA 组织地区性会员，成立产地支部，同时产地支部里有经验的农民会提携辅导年轻的会员。石井从事自然农法不久，须贺先生的技术指导与经验传承是一大助力。まず自分が高校生の時なんですけど、化学物質過敏症になってしまいまして、でその原因が隣にある畑からの農薬が原因だっていうふうに医者に言われまして、その農薬を避ける生活をしなければ症状は悪化してしまうっていうふうに言われまして、なるべく農薬を排除した生活っていうんですかね。一番最初うちのおばあちゃん自体はそもそも自分が自然農法をやるって言ったのに対してはすごい反対だったんですよね。肥料を使わないでできるはずがないって、もうそれしか言わないんですよね。でも草になってれば作物なんてできやしないって、もうそれしか言わなかった人なんですけど、だんだんに自分が作物ができるようになっていって、食べたらやっぱり美味しいもんができるんだなっていうところとか、自分としてももう家族の命を預かってるっていう気持ちで精一杯お米なり野菜なりをやっぱ作ってるんですね。はい、7年作り続けてくるとだんだんこう見えてくるっていうんですかね、その合う作物が見つかると何も使わずにもやっぱりうまくできる、同じ畑でやっぱり何年も同じようにいい成績が出てくると、それはもう自信として自分の中でプラスになっていくので、同じようにその農薬の被害によって健康を害してる人っていうのは絶対いると思ってるので、その人たちを少しでも減らしたいっていうのは自分の中では思ってることなので、もう町中がやっぱり自然農法で元気な町っていうのにしていきたいなっていうふうには思ってます。石井经过七年的努力，透过插土测试的标准动作，骄傲地向我们展现他的成果。
他比较了自己的土地与邻家施行惯性农法的土壤，结果清晰可见。石井是大人农场农业大学校的毕业生，毕业后回到自己的家乡，坚持实施自然农法。他希望成为下一位须贺先生，用自然农法为自己、家人以及消费者的健康尽一份心力。清晨的大人农场，大家集合在广场做早操，其中许多位是农业大学校的学生。大人农场不只是自然农法的推广园区，也设立了一所农业大学校，培养自然农法的专业工作者。学校成立近30年，已经有300多位毕业生，其中有2位来自台湾。毕业生是推广 MOA 自然农法的基层生力军。今日今年初めての土壌学概論っていって土自然の方でいう土作り の授業の第1回目で土がこう育っていく過程でいろんなプロセスを経るんですけれども水はけが悪いところはそれなりの層ができたり水はけのいいところは良かったりとかですねこの後ちょっと観察するんですけど植物の根がどこまでこう到達しているかっていったあたりも違いを見ていこうということで、土のでき方と植物の生育の仕方の違いを観察できるやっぱりこう教科書で出てくる習う内容とやっぱり実際の土とでは全然違うところも出てくるわけですよねそういったあたりやっぱり実際掘ってみてやってみないとやっぱ分からないところがあると思いますねえ農家の高橋由香と言います出身は東北の岩手から来ました私の母親のおばあちゃん田んぼとかで農薬とかで結構痛い思いしたりうつ病になったりとかして近所の農家の人もやっぱり体をすぐ壊したりでそういうのをなくしたいし私の母が自然農法っていうよりも健康にどうしても重視してやりたいっていう思いが強くてっていう思いも引き継ぎたいなっていうふうに思っているので初め見学で一度来た時に自分でその栽培を行えるっていうそういうところに魅力を感じて自分でやりたい作物を選んでそれを栽培するか自分で考えてやるっていうそれに憧れてここに入ってきたんですけど自分で考えて自分で行動して自分で学んでいくっていうような学校だと思うのですごくやりがいがあって本当にここに来てよかったというふうに実感しています另一名学生福永藏也来自广岛原来就职于高科技公司薪水高但工作忙碌他很痛心没有与家人相处的时间因为老家务农他决定重新学习走上亲近泥土勤劳四体的自然农法生涯僕はもうサラリーマンを辞めてしまったのでその時に妻にですね必ずこの道で成功するからついてきてくれって言って分かったというふうに妻に言ってもらいましただからこの農業で身を立てて行かないと僕自身もそうですし妻や息子家族もですね不幸せになってしまいますだから僕はやめるわけにいかないんです自分の子供にそのままあげて食べさせてあげるっていうのが怖いなって思うものは自分ではあまり作りたくないなというふうに思いましたでそれで探していたらこういうふうに自然農法っていうのがあって土をしっかり作ってあげることで食物自体の力を引き出してあげて無化学肥料無農薬という中で植物を作って子どもと一緒にそういうことができるような畑を作りたいなって自然農法私にとっての自然農法っていうのはこの環境だとか周りの自然これと自分を一つにするというか例えば今日も風が出てますけどこの風はどういう風なのかとか雲の動きはどうなんだとかこれによって日陰ができてで土がどんな状態になってるんだっていうのを耳や目で五感で感じてそれを体の中に取り込んで頭で考えて次植物
作物に対してどうやって手を加えていこうか、どんなことをしてあげようかっていうふうに毎日作業しています。一年级的学生正在老师的指导下学习插秧，这里有部分学生拿到日本政府奖励新农民的补助，包括他们的学费、毕业后承租田地的费用，以及耕作所需的基本资材。农业大学校两年的课程总共1300个小时，其中70%是实作的农田实习。我们在大人农场的日子里，时时刻刻都看到这些学生在田里工作的身影。我々は土から生まれて土に帰るんですね。孔子先生が言ってますけども、この土なるもの、こんな豊かなものはありません。我々はここで育つものを食べ、貧獣、動物たちがそれを食べる。そして我々は安心して立ってるのは土壌だ。そしてなんと素晴らしいのは、死んでいくところはまた大地であると。こういうことを孔子先生は偉いですね、やっぱりね。日本にもたくさん農業大学校ありますが、私どものところでは違うことも教えてまして、それはどういうことかというと、文化と土壌とかですね、カルチャーですね、文化と土壌が密接につながっていると。土壌の大切さを教えるということを非常に重きを置いてまして、例えば世界の文明の盛衰は土壌の崩壊とともにあったと、この一言で言えると思ってますが、カリキュラムにですね、まあ言うなれば哲学と言ったら大げさだけれども、人類の盛衰がですね、見事に表現できるような教育をしてます。青年たちが人のためにも健康な作物を作るということと、地球環境を含めたですね、全ての地域の環境も守るということが、この自然農法との大きな特徴ですね。这里不只是一所农业技术学校，这个学校的使命是让学生理解人类依存自然而生，所以必须将大自然相互依存的法则引入农法。对自然农法哲学观的认同，将使学生们将来成为自然农法的宣扬大使。我们来到这里拜访一位从 MOA 农业大学校毕业的学生，他的农田位于福岛地区，就在311核灾的影响范围内。他是如何面对日本有史以来最大的灾变？ MOA 顺应自然的哲学观又能带给他什么样的心灵力量？江戸時代前からずっと農業で生活をしてるファーム白石の白石長俊と申します。で、自然農法はですね、米が約25アール、野菜に関しては約80アールを、栽培してます。この高校で38キロ地点に噂の福島第一原発があると。でも あの高い山がですね、守ってくれて、ここら辺は高い放射能の汚染が防げれたんですね。低かったんですけど、やはりその次に出てきた風評被害っていうので野菜が売れなくなったりとか、やはり震災になった時は正直もう絶望感しかなかったです。野菜が売れる売れないよりも、もうこの地に人が来ないんだ、人は来ちゃいけない、もう地図で黒く塗りつぶされちゃったような感覚に陥ったんですね。でもだんだんその真っ黒だった福島県っていうのがうっすらこう白くなって、いかにやはり人に来てもらうかっていうことを考えて、こういう農作業も自分一人でやるんじゃなくて、いろんな人を巻き込んで、仕事なんですけど遊びも一緒に兼ねちゃえと。白石先生有一群粉丝和志工朋友，会透过他脸书提供的资讯来参加农事体验活动，亲自体会白石先生在田里的工作状况。这些好友带着家人小孩离开城市，来到乡间体验种稻与插秧的乐趣。这里因为地形的屏障，又是自然农法的农地，毫无污染之余，
现场充满欢愉的气氛。白石先生的好友，一位法国料理师傅，也来参加今天的插秧工作。震災直後は、私たちレストランっていうのは福島県から離れたところの安全だと思われる野菜を使う選択肢はあったんですけど、やっぱり福島県の農家はその土地から離れることはできないし、非常に悩んだと思うんですね。でもその土地を離れないで、先祖代々の土地をこう守っていく彼らを見ててですね、これは料理人としても死ぬ気で応援しないといけないと。狄春鹏是法国餐厅的主厨，在核灾后成为白石先生的好友与事业伙伴。白石先生的农园离他的餐厅不远，简直就成了餐厅的菜圃后院。厨师与农夫经常就白石先生生产的食材相互沟通切磋，寻求料理的改进之道。で、僕たちはその新しい料理を開発するより、生産者と仲良くなって、本来のこの生き物の味とか育ち方、感覚で学ぶことが一番この皿の上がきれいになって、お客様が美味しいって言ってくれるような理の近道になると思うんですね。で、そこはもう非常にこの料理人と生産者っていうのは、もう同志なんで、本当の、その町の料理ができてくると思うんですね。这两人的结盟，让最新鲜的食材以最短的路径化为法国料理。他们更进一步研发出一系列结合法国料理与自然农法的加工产品，开辟出崭新的事业，也加深了两人的情谊。そういうこともあって。落ちるとこまで自分が落ちて、あとはもう上に上がっていくだけだって考えた時に、一番日本の農業者でバカみたいなことをやってやろうと思ったんです。だったらもう最初から楽しくバカ騒ぎして農業を やった方が自分も楽しいですし、周りの人も多分楽しいのかなと、そういうことを思いながら、まあ、今まで踏ん張ってこれたと、はい、農業ってそんなに明るい仕事じゃなかったと思うんですね。でも今の白石さん見てると、僕には空にこう飛んでる彗星のように、赤い彗星のように見えますね。赤いつなぎ着た彗星みたいな男だなと思って、赤い彗星MOA 为了推广自然农法的农产品，建立了自己的行销通路，协助会员行销农产品。40年前 ，MOA 就成立了株式会社 MOA 商事，研发各种符合自然农法理念的加工品，品项多达1000种以上。像东京这家 MOA 自然农法的零售店。全日本有108家，还有10多所宅配中心。另外，商事也提供大量的食材加工品给餐厅及食品工厂。在东京商业区的这家 MOA 零售店，正举办每月一日的野菜日，落实地产地销的理念，加强促销邻近地区会员的生鲜产品。野菜日活动由 MOA 的会员志工企划支援，每个月都能吸引许多认同自然农法的城市消费者前来。毎月第3水曜日にさせていただいております。ライフスタイルの中に食を見直して、やっぱり家族の健康を守っていくのに食から見直していこうということで、喜びの声も上がることで、私たちもボランティアに励みがありますし、とても喜ばれて、自然のもので添加物の入らないケーキをいただけるということで、結構人気ですけど、はい、そういう喜びで8年続けさせていただいて、みんな元気で。
消費者としてやっぱり支えていきたい。やっぱりこの運動を続けてたくさんの人に召し上がっていただきたいですね。そして健康になってほしいし、農家も一緒に健康になってほしいし、農家はこのやっぱり自然農法をやっててよかったっていう農家がもう一世帯でも増えてほしいと思います。MOA 的自然农法理念也以市民农园的形式推广到城市内的许多社区。这里是野岛农园，位于东京都郊区的东九流米市。社区内有一块空地，地主将它改造成农田，并且免费提供给社区的居民使用。这个市民农园接受 MOA 的辅导，教导社区的银发族以自然农法种植各种蔬果。まあ、いろんな MOA のいろんな資料を読んでですね、非常に素晴らしい岡田茂木さんのね、そういう思想がありますんでということ で MOA と一緒に協力していただいてですね、常時の方に聞くと、やはりこの自分で家庭菜園を持ってですね、やはりこういう植物を取れると毎日このリズムが必要なんですよ。世話をしなきゃいけないと、水をやったり草むしりしたり、一つの野菜を立てるには3ヶ月4ヶ月かけるんです。そうすると自分と一緒にパワーをもらえると、植物から。それによって自分も元気に明るく前向きに年を重ねることに、まあ、人間力を重ねることができると。私たちもこの野島農園もですね、それを達成するためには高齢者の人に農業体験やってもらって、そして356日ここに来てもらって24時間。それによって植物と共生して自分も元気になる。できれば100歳超えてもらいたいなと。新鮮なのいっぱい取りました。取りました。どうもありがとう。自分ではよく眠れますし、食べれるし、どこもどうもないですよ。健康です。で、1934年生まれですから80歳です。ですから非常に畑をやることによってですね、元気にならせてもらってますよ。ああ、それはもう感謝ですね。絆社会ができているところ、信頼高いつながりのある地域は長生きするっていうことが載ってたんですよ。 MOA が出されている楽園にあるんですね。今天适逢野岛农园的收获日，社区举办亲自采摘、现场烹煮的聚会，大家都欢聚在一起。也因为这个农园，大家可以经常见面，这里就成为银发族的生活资讯交流基地。这样的社区关怀，正是 MOA 透过自然农法营造社区的最佳案例。MOA 在静冈热海的山坡上创立了一个大型美术馆，穿过现代照明的山洞通道，我们即可进入每个展厅，接触到许多艺术精品。这些作品大多源自于自然的启发。在博物馆内有一间介绍 MOA 创始者冈田茂吉的专室。冈田先生出生于1882年，自幼身体孱弱，求学于东京美术学校，因为眼疾学业中断，后来经商失败，又适逢日本东北的连连寒灾，这一切的苦难让他开始思考如何才能获得身心安顿。冈田先生从接触大自然中获得极大的启发，提倡师法自然，并从自然农法开始创立以农业、美术文化与整合医学三大领域为宗旨的 MOA 组织。まあ、昭和10年頃に岡田先生は何を食べたらいいのか、どう食べたらいいのかですね、何を作ったらいいのかいうことを提唱してきましたので、まあそういうことをもってですね、台湾のその健康づくりのためにもぜひ今貢献をしていきたいなというふうに思っております。
拍摄行程的最后一站，我们来到利木县。这里的农户20多年前因为气候异常而种不出稻米，他们纷纷转向自然农法，而且成立研究会，面对异常气候的挑战。今年春耕，他们利用一小块田地，使用竹耙在水田中画出隔线，以手插秧的方式参与 MOA 所主持的一个全国性实验。这个实验已经进行了7个年头。大人農場の中井先生が、まあ、自然農法に適した品種を育成するということで始めた育種試験で、まあ、全国で10何箇所やってます。そのうちの、まあ、1箇所で、まあ、こちらでやってます。要はコシヒカリとササニシキの掛け合わせで、まず収量が取れることとか、まあ、病害虫に強いとか、あと美味しいっていうことですね。また秋になって収穫の時にですね、買って、でそれを大人に送って、また食味調査とか、それで自然農法でやってうまく栽培できるということを目的に始めてます。農地的主人加藤先生是研究会的发起人，他率先转做自然农法，更邀请附近的农家参与，以种出好吃而且健康的米为荣。他的儿子阿宏自在而帅气，从 MOA 农业大学校毕业后选择与父亲一起务农，是这里最年轻的专职农夫。自分で作ってきたおぐりっていうのはやっぱりもう何にも入ってないっていうの、自然米でもう17年間やってたから、これだけはおぐりに持ってくから、作物も生きてるけど人間も生きてるでしょ。それに対応するのに お互いに競争率じゃなくて、お互いにここにあらせればいけんじゃねえかなと思って自分で取り組んでるんですけど、何でもこう挑戦するとこは素敵だなと思うこんなことは言わないけど、普通の人じゃなかなかこういうことも挑戦できないことを、まあこういうことじゃなくても何でもこう人より人と違ったことっていうか、なんか何でも挑戦するのはすごいなと思うんです、はい、ついでは一回も言ってないんじゃない？ついで一回も言われたことない。じゃなくて帰ってきたらなんで帰ってきたんだぐらいのそのぐらいのついでとは言われたことないです。加藤一家两代务农，坚持自然农法，积极参与长时间的农作实验，不走捷径。在面对粮食危机与极端气候的双重挑战下。年轻的阿宏面对未来的务农之路，虽然最初感到有些犹豫与孤单，但跟随父亲加藤先生的脚步，他也走了10几个年头，为了自然农法的理想与家乡长远的愿景而持续努力。自然农法的学习之旅也接近尾声，在这短短的时光中，我们学习倾听自然，感受自然的律动，接受风雨雾阳光的洗礼。更可贵的是各地农民的无私分享，他们观察大自然的运行之道，学习如何与大自然共处。自然农法正是这个哲学的具体体现，这也是日本礼山精神所代表的传统智慧。日本ですと里山っていう里山管理っていうのがあるんですね。それをすることによって人間の手が入ることによって生物は多様化するわけです。昔からあの日本ではやられて自然とこう人間との共生的なところが日本にはあって、まあ、そのあり方がやっぱり一番大事だと思うんです。人間の手が入ると人工的なような感じしますけど、人間の手が自然を侵さない限り入ってあげることによって逆に言うと環境は整っていくっていう考え方なので、自然を侵さない程度の人間の関与っていうか、作物にとって土にとって一番今大事なところをやっていく。でこれってコツはなくて、自然に習うっていうことはここの圃場で何かを作ったと、じゃあ失敗したと、でそれは
土と作物が合わない可能性がありますよね。その時にこのこういう問題が何で起こったかっていうことと、あとこの土にはこれじゃなくて違うのが合うんじゃないかって考えて適地を選んであげるってことが自然に習っていく。だから出てくる毎日の事実っていうか現象がそのもの自然なので、それに自分たちがどう臨機応変に適応していくかっていうことが自然に習う。